本当に排除しなければならないのは地球の重力に魂を惹かれた人間たちだろう。そのために大勢の人間が死ぬなんて間違ってる。死ぬ、シュベル、ゲリゾン、みんなが戦争をしていたらどうなる。みんなが死んでしまってどうするんだ。貴様は確かに優れた資質を持っているが、気やすいな。無礼を許すわけにはいかない。自分だけが特別だと思うな。戦える。ガキが戦場にまで出てくんじゃねえ。レコ、あなたは女でありすぎた。男たちは戦いばかりで女を道具に使うことしか思いつかない。もしくは女を恥ずかしめることしか知らないのよ。それなら己の身を呪うがいい。せろ、俗物が消え失せろ。恐れるに足らない。私の知らない武器が内蔵されているのか。敵フィールドを占領した。その仲間に入れてやるってんだよ。ファンネル、遊びでやってんじゃないんだよ。ファンネル、ネズミが束になるのと私の敵ではない。自分だけが特別だと思うな。分かっていないようだな。誤解の生んだ想念が放出されたと思いたい。パワーダウンだと。何をするんだ。植物が来やすいな。どけよ。貴様のようなやつはクズだ。しまって生きていちゃいけないやつなんだ。よくも消えろ。ニュータイプのなり損ないは粛清される運命なのだ。わかるか。まだだ、まだ終わらんよ。話し合いの余地がないとするならば、ここがお前の死に場所になるな。シャー、私は歴史の立ち合い人に過ぎるから。そうも見える。気がすな。シャーよりは冷静だ。私は冷静でないだ。そうだ、貴様はその手に世界を欲しがっている。ならばザビテ最高に手を貸せばいい。その上で世界のことを共に考える。このコウルサイ見物人を倒してな。世界の都合というものを洞察できない者は排除すべきだ。ええ、気どころが悪いとこんなものか。やられるわけにはいかない。このキュベレー見くびってもらっては困る。その程度の私の前に顔を出せたのだ。恥をしよう。私の敵は排除するだけだ。それが分かりやすく人に道を示すことになる。
これではエウーゴに加戦。ところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。かまわん。私はただ世界を誤った方向に持っていきたくないだけだ。ではティターンズを排除した世界がお前は一体何をしようというのだ。私が手を下さなくともニュータイプへの覚醒で人類は変わる。早かった。その時を待つ。もし私の元へ戻る意志があるのなら。何を言う。これで終わりにするか続けるか。シャア。そんな決定権がお前にあるのか。シャア、私と来てくれれば